どうも、京介です。心霊探知機っていうアプリご存知でしょうか？結構有名なんでね、知らない人はほとんどいないんじゃないかなっていうアプリなんですけども、どういう原理でそういう数値が出るのかわかんないですけどね。方角とか、その場所とかに行くと、霊力の強さをね、測ってくれるっていうアプリがあるんですけども、この前ね、なんか、暇すぎてちょっと家で、家の中歩き回ってみたの。いるんじゃねみたいな。そんなね感じで言ってたのよ。えぐい。この家マジでやばかった。今この場所がだいたい690、700前後ぐらい。なんか急に音。まあそんぐらいなんですけども、この部屋だけでもね、これが急にパンってなるところがあるんです。今ここが、ちょっと窓際ですね。窓際で急に線になるんですよ。これ今見てください。急に線になるんですよ。やばくね。はい、ここも来ました。あー、うわ、2000いった。こういう角ですね。2000、2000はやばいって言ってまして。まあここの角はね、こっちの角は、まあ、650に全然低いんですけど、あ、こっちの角も、あ、こっちの角もだ。俺の部屋の四つ角結構やばい。で、まあ、部屋から出まして、まあ、歩き回っても大したことはないですよ。うん、歩き回っても大したことはない。うん。おー、うわ、たっけ。え、たっけ。あ、ごめんなさいね、今洗濯してます。え、たっけ。え、急にたっけ。え、ここら辺だよ。え、たっけ。え、たっけ。なんか高いところがね、高いところがめっちゃ移動します。ここがほら、線になりました。線、1300。インターホンかなと思ったんです。インターホンにめちゃめちゃ近づけたらインターホンか磁場がえぐいことになってるかもしれない。ほら、ほら、話しました。話したら、まあ951。いや違う、僕が見せたいのはそんなことじゃないんですよ。ちょっと暗いかもしれないですけど、電気つければいいか。これで窓開けた瞬間ですよ。もう足で開けますけど。あれ低い。めっちゃ低い。あれ？夜中だったからかな。もうこの前はマジでさっきのインターホンの状態になったんですよ。ドアを開けた瞬間に。ということで、皆さんにね、見せたかった結果、ちょっとお見せすることはできなかったんですけども、この探知機でね、分かったことで、本当に一番怖かったのは、あっちの方向、僕の部屋の窓際、あっちの方向ってね、思いっきり僕が事故った方向なんですよ。